懐かしい。俺はこの町の領主ジエゴ師匠のもとで修行していたことがあってな。あの頃からこの町はまるで変わっていない。ジエゴ師匠や仲間たちと修行に明け暮れ、ソルティコの海から自然の厳しさを教わった。この町すべてが俺にとって人生の師だ。じゃあ私外の綺麗な花畑でお花摘みしてくるわ。町の外で待ってるから終わったら呼んでね。おい待て。前からずっと気になっていたのだが、貴様、ジエゴ師匠のご子息ゴリアテなのではないか。思ったより気づくの早かったじゃない。バレちゃったなら仕方ないわ。久しぶりね、グッデイク。なんてことだ。あの生真面目なゴリアテがこんな風に変わっていただなんて、師匠はさぞ驚かれるだろう。それにしても貴様、先ほど逃げようとしていたな。ジエゴ師匠とお会いしなくていいのか。かつて師匠との間に何があったかは知らぬ。何か深い事情があるのだろう。だが今は勇者の星が地に落ちた返事の時だ。あの黒き太陽に立ち向かうためにも、今こそジエゴ師匠と和解し力を借りるべきではないか。そうね、グレイグの言う通りよ。きっとパパなら力を貸してくれる。うん、あたし決めたわ。怖いけど勇気を出してパパに会ってみる。あそこのお屋敷まで一緒に行ってくれる？ありがとう。そう来なくちゃ。よし、パパに会いに行きましょう。
パパ、ただいま。誰だてめえ。てめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ひー、ごめんなさい。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。え、てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。パパ、まさかそれって。ちっきちゃう、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のことを認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。落ちた勇者の星のことか。確かに底知れねえ邪悪な気を感じるぜ。そう、あの黒い太陽が空にあっては人は心の底から笑えないの。だから私、黒い太陽を何とかする。そして明るい世界を取り戻して今度こそ夢を叶えてみせるわ。それでね、パパにお願いがあるの。あの邪悪な黒い太陽に立ち向かうため、パパの力を貸してくれないかしら。師匠、私からもお願いします。今世界は禍々しい気配に満ちています。この闇を払うため教えを乞いたいのです。こいつは傑作だ。十数年ぶりに顔を見せに来たと思えば、この俺に力を貸してほしいだと。いいだろう、あのデカブツをぶっ壊すまでとことんおめえらに協力してやら。パパ、本当？おお、てめえみてえなドラ息子だろうがなんだろうが、困ってる人を助けんのが騎士道ってもんだ。騎士に二言はねえ。よし、早速だが、古より我が家に伝わりし大いなる試練を与えてやろう。大いなる試練ですか。そうだ、デルカコスタ地方にあるデルカダール神殿に黄金に輝く巨人が封印されている。こいつに打ち勝ってこい。ただし普通に勝つだけじゃダメだ。おめえら二人で力を合わせて大魔神斬りでとどめを刺せ。これが試練だ。見事試練を果たせば、どんな強大な力にも立ち向かえる最強の武器が手に入るだろう。あのデカブツにだって引けは取らねえはずだ。最強の武器が手に入るとなれば、がぜん燃え上がってきたわね。その試練受けて立とうじゃないの。威勢がいいのだけは変わらねえな。デルカダール神殿の封印は俺が解いておくから、二人で協力してせいぜい頑張りな。
上出来だ。 Thank you.
切り裂くわよ。
お楽しみいただけたかしら？さあ、行くぞい！いや！私たちの勝ちよ。
やったわ。舞うわ、華麗に。いや、いてつくがよい。うん、上出来だ。しっかりしなさい。かたじけない。私たちの勝ちよ。あら、もう終わり？
戦艦じゃ。やるわよ。あたしたちの勝ちよ。やったわ。さあ行くぞい。ははっ、はい。さあ、ミラルスキ。さあ、食らうがよい。任せてくれ。はっ。さあ、行くぜ。腕が鳴るの。よし。あ。取れ。はい。
安心せい。行くわよ。うん、頑張ります。任せな。はっ、片付けない。お助けします。よいしょっと、覚悟しなさい。癒しの光よ。
来い。出番かの。出番ね。それ。我らの勝利だ。グレイグやるじゃない、さすがは英雄ね。あなたの勇ましい戦いぶりを見てパパから教わった騎士道を思い出したわ。認めたくはないが、俺がうまく立ち回れたのもゴリアテのフォローがあればこそ。貴様の乙女心とやらも大したものだ。だけど変ね。パパの言うには試練の巨人を倒せば最強の武器が手に入るって話だったのに。師匠いつの間に。よくぞ試練を果たしたな。青2歳だったおめえらがここまでやるとは思わなかったぞ。ちょっとパパ、試練を果たしたら最強の武器が手に入るなんて真っ赤な嘘じゃないの。何を言ってやる。お前らはすでに手に入れているはずだ、最強の武器をな。何言ってるのよパパ、もったいぶらないではっきり言いなさいよ。もしや師匠、最強の武器とは私とゴリアテの。さすがはグレイグ、察しがいいな。そうだ、おめえら二人が息を合わせて試練に打ち勝つ、これこそが真の狙いだ。極限の集中状態で互いの心を通わせて戦うと、心が研ぎ澄まされ己の短所を埋めるよう新たなる素質が目覚めることがある。その相手に影響された眠れる素質、そして仲間と協力する絆の力こそが最強の武器なのだ。どうだ、感じるだろう。これは。まだ剣を手に入れたばかり。これからも二人で協力して切磋琢磨していくんだな。ちょっと待ってよ、そんなこと言わずにパパも一緒に切磋琢磨しましょうよ。なんでそうなるんだ。仲間と協力する絆の力こそ最強の武器なんでしょ。それなら2人よりも3人の方がずっと強いわよね。それに前に言ったじゃない、あの黒い太陽をぶっ壊すまでとことん私たちに協力するって。騎士に二言はないんでしょ。師匠が共に戦ってくれるとは心強い。私からもお願いします。ああ、わかったよ。俺の剣だってまだまだ錆びついちゃいねえぜ。助太刀してやっから
いつでも呼び上がれ。Thank you.